喫茶店の部屋。はい、喫茶店の部屋です。今回は 3D プリンターを紹介したいと思います。前々から 3D プリンターを使っていて、今まではとある場所で出力してもらってたんですよ。で、自分用も欲しいなってことで今回 3D プリンターを導入しました。導入したのは結構大きめの印刷ができるやつです。で、400、400、500かけのものが印刷できるんで、まあ、他の 3D プリンターユーザーから、まあ、大きさの制限あるから大きめのプリンターの方がいいよってことで、まあ、大きいやつにしました。PLA とか ABS とか、まあ、フィラメントを溶かして出力するタイプで、だんだんこう層を重ねていって成形していくやつです。特徴としてはまあ大きいってのと、自動でその高さを Z 軸の高さを調整してくれます。で、製品は半分組み上がった状態で届いて、残りを自分でこうネジとかを締めていって作っていきます。まあ、組み上げ自体は簡単で、まあ、30分もかからずに一人で組み上げられました。で、途中出力時にまあトラブルがあったんですよね。でもまあサポートしっかりしているとこなんで、連絡したらすぐに対応策を教えてくれて、それでも万事 OK でした。で、実際に使ってみてなんですけど、まあ、例えば指輪とか、まあ、レンズキャップとかゲームのアイテムとか、そういうのを作ってます。で、使用ソフトはキュラってものなんで、でそれに 3D モデル入れてあげて、で、まあ、説明書に書いてある設定をやってあげるといい感じに出力できます。まあ、でもモデルに合わせていろいろ調整しないといけないんですけどね。今後でかいものを印刷する予定があるんで、それでとりあえず導入したってことなんで、まあそれを考えると結構いいなって思います。またね、なんか出力したの紹介したいなっていうのもあるんですけど、とりあえず今はまあ微調整の段階ですね。いろいろできてはいるんですけど、失敗もたまにあるんで、その原因とか突き止めていきたいなって思います。とりあえず大きい 3D プリンターの紹介でした。なんかまた続き見たいなって思ったら、いいね、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。